そのままテーマでいけたらテーマで触れたらです。で 顔が近いから気をつけて。そうそうそう、近い将来的には握手とかも教えていただいて、こう触れる範囲を広くして、はい、で今その食べてる間に触ってるだけやけど、それをどんどん食べてる時にも触るけど、飲み込んでからももうちょっと触っていくっていう、でそのもうちょっと触るっていうのを、はい、時間を少しずつ伸ばす、はい、お願いします。うん、背中は手で取れませんか？みんな今首元触ってるけど、はい、上げたらそのまま背中をこう、あのトレーナーが右に一歩動く、右に一歩動く、はい、ただ正面でこうやってるのをこうなる、はい、いいね、いいね。もう餌をあげるときに一歩踏み出して、一歩踏み出すタイミングが遅い。そうそうそう、そうそう。その方がスムーズ。いいね。どれもできる。バイキングみたいな。お前。時間の会ちゃんとイメージしてやってください。こんな感じでいいんです。あと手上がった時に OK でもいいよ、はい、握手どう、なんかついでに握手を教えれるかも、はい、せっかく左手があの子カンって上がるんやったら、手を上げ左手でスタッフの足叩いたら OK とかさ、ああ今どうせなってるやん、カンって叩いてるやん か、はい、かそこでも OK とか手に当てたら OK とかっていうのを入れていくと、はい、自然とそのまま握手が出来上がる。せっかく上がってるからさ、こうやって止まってるところから手を上げるの難しいやん。こっから手を上げてっていう発想を赤ちゃんにしてもらうのが難しいから、でも自然に上がってる間に、うん、そうそうそう、うん、横で、はい、頑張って、横で。